が変わる何これ超かっこいいじゃんこれでいいんじゃないこれかっこいいねドローンといえばタイニプラさんよろしくお願いしますということではいえー、今日はですねあのー、ちょっとね えーまあ、僕もちょっとアップル好きということで、まあ、この iPhone、ね、まあ、あとパソコンなんかも、まあ、Mac を使ってるんですけども、えー、発表がございましてね、えー、iPhone14 が出たということで、まあ、僕もいろいろこのアップルのアップルイベントは ちょっとリアルタイムで見させていただきましてね、いろいろ思いまして。まあ、あとはあれですよね、iPhone14 とか、あとは Apple Watch、iPods の新しいのとかね、いろいろこう出てきましたけれども、あのーまあ、僕今回ですね、まあ、Apple のこう10 12を持ってるので、まあ、僕が前ちょっと動画でもね、いろいろ話しましたけど、あのこれ自体がですね、ちょっと、えー、僕も前回動画で Apple の、えー、iPhone の買う順番みたいな、僕、 S, S、後期型を買っていくということで全部そのね、3GS と、えー、4S 買って、5S 買って、6S 買って、えー、7買っちゃって、で、8買わずに、えー、待って待って、10S という感じで、えー、やってきてるんですけれども、なんかね、そういう意味で、まあ、ちょっと後期型という意味で、その流れでいくと今、12を持ってるんですね。だから僕、11買わなかったっす。ね、10S 持ってます、11持ってない、えー、12。 で13持たずに今度は14というね今リアルタイムに14が出ましたけれどもまあそこで僕もいろいろ考えましたけれどもあの形はねこの今、えー、1211から12でこう角張るモデルになったのでそれになりましたんであの変わらずな感じなんですねであとはあとこちらのカメラもね同じ感じになっておりますまあほぼほぼ似たようなものなんですけど画質がですねちょっと えー、1200万画素から4800万画素になったということでだいぶ綺麗に撮ることができるというねとこなのでまあ今僕まあ12じゃなくて11の前ぐらい持ってる方は交換してもいいんじゃないかなという、えー、アドバイスができるかなというところでございますこれをですねまた新しい OS が出たということなのでまあ僕がちょっとですねこの iOS16 今ね15.7なんですけどだいぶ変わったんですよいろいろとなのでまあ、ちょっと今回こう今リアルタイムにここでアップデートをしてですねこれアップデートし終わったらちょっと機能を見ていきたいと思いますんではい設定いってはいこれでいきますねはいそしてアップデートしますはい16そしてこれいきますよはい ダウンロードインストールします。はい。行ってしまいましょう。はい。同意します。はい。さあまあ、こういうの新しいことはね、どんどんやっていこうかなということで。まあ僕はまずは14から14に変え、変えないということをね、皆さんにお伝えしておきます。あ、今こんな感じになりました。はい。あ今ね、ちょっと4分ぐらいかな。やってますね。はい。こんな感じになってます。で、 えーまあ、ちょっとこれを終わって、えー、いろいろご説明したいと思うんですけど、まあ、ちょっと僕的にはね、iPhone14 なんですけど、14Pro。まあ、僕、ProMax を買うと思うんですが、買うとしたらね。だけど、まあ、ちょっと12でもライダーっていうね、こちらの、えー、部分もついてますし、まあ、画素数とかね、ちょっと上がるんですけども、実際上がったとして、 えー、何かを撮るっていうのはいいんですけど、基本的に綺麗な映像というかね、写真を撮るときは、まあ、あと動画とかもね、撮るときは、まあ、今、えー、使ってる FX3 もありますし、こっちのね、ア、え、ル、ー、ファ6600もあるんで、これで撮るんで、まあ、基本的に、まあ、センサーサイズも違いますからね、絶対こっちの方が綺麗なんで、まあ、そちらでいいかなということで、まずは OK とします。で、 まああと CPU 的にもね、そんなに、えまあ上がってるとは思うんですけども、16かな、今なったのかな、え A16 になったと思うんですけども、僕結構その iPhone 買い替えた理由が、ドローンを使うときにやっぱ新しい方が、まあ起動もいいし、あのいいなっていうので、必ずそういうふうに買い替えてたんですけれども、あの意外とですね、そのソニーの AirPeak っていうあのドローン買ったときに、買って使うとき、iPad 使うんですよね。<laughs> iPad mini だから結構そこそこもうもうねいいやつ買ってるからまあこれがあればだいぶ持つかなということ感じで僕は今回はね流します <laughs> はいだから僕のおすすめとしてはねあの11今11持ってる方はもう4年経ちますんで変えてもいいんじゃないかなというところをちょっとおすすめしたいかなと思いますね であとね僕ね、このアプローチです。問題は。僕、だから今、そのアプローチ自体をどうしようかなっていうところで、一応カートには入れてるんですよ、これ。アプローチのウルトラ。ウルトラ入れてます。なんで、これ、なんでこのウルトラにしようかなと思ったのも、これ、アプローチ、まあここね、赤ポチの部分で分かると思うんだけど、ここね、シーズン3なんですよ。もうだいぶ前から持ってます。 あのー、これなんかね、ペローンって取れちゃって、それでこれ取れちゃったんですけどって持ってったら、なんか新品が届くっていうね、整備品だ,整備品だと思うんだけど、新品が届いて、それからね、長らく使えてるんですよね、だからまあ、まだね、その確かね、シーズン3ももうちょっとサポートが切れてくるという感じなんで、もう買い替えなきゃなと思いながら、でもね、全然使えるんですよ。 本当に改札もこれでやってますしガソリンスタンドもねこれでピッてつけたりとかしてるんで、まあ、全然できるんですよ。で別にそこでなんかこう何つうのその昔のシステムだからって言ってシーズン3だからっつって遅いとかこう固まっちゃうとかっていうのもないくって結構で、ね、スムーズに使えてるんであこれはいい、ね、まあ別に買い替える必要ないかなと思ったんですけど今回そのウルトラっていうのがね ウルトラっていうのが出たんですよなんかね僕やっぱその無人島ロケとか結構過酷なとこドローンで行くんでやっぱね丈夫なこの時計というか GPS で自分の居場所分かるとかねそういうのがあった方がちょっとね面白いしいいかなっていうで水にも強かったりとか結構丈夫だか,からなんかそういうので新しいねその大自然で使えるような スマートウォッチがアップル出したんですね。だから、それはちょっと買い替えようかなということを考えてて、で、今回、そのアップルストアのね、銀座店行ったんですよ、アップル銀座に。したら、あの、あの今ですね、あ昔、最初初期のところは今ね、ちょっとビルを建て直すかなんかでなくなって、えー、今閉店して、で、銀座の本当にずっと、 あそこの通り沿いのところの、今日行ってきまして、で、ちょっとね、市場調査してきて、iPhone14 ですね、予約開始が9月の9日、ね、アップルイベントがあったその日の夜かな。で、えっ、ー、と、発売日がですね、9月の16の金曜日ということで、もう発売して、えー、店頭には並んでおりました。 それでですねアップルウォッチのシーズン8っていうのが出たんで、まあ、それもね、最初僕はのアップルウォッチ自体を買い替えようかなと思ったんですけど、そこでね、先ほど言ったウルトラという丈夫なやつがね、でそれで結構いろんな過酷な条件で、もう水もね、100メートルが結構潜れるんだよね。ですごい いいアップローチなんですよだからちょっとそれねしかもねお値段も12万ぐらいなんでしかもフルチタンでそれなんで意外と普通のアップローチ買うよりこっちの方がいいんじゃないかなというところもちょっとねありましてで僕もちょっとそれにしようかなっていうところであのまあ今日見に行ったんですけどしたらですねアップルウォッチのシーズン8はありましたけどもウルトラはですねなんかね23日発売なのにまだ店頭に置いてないという。 現状置いてないという状態です。なので、まあ、僕もちょっとそれ見てどうしようかなと。店頭に行ってね、ちょうど店頭文が入った時にスッて買いに行くっていうパターンもありかなっていうところもあって、ちょっと今ね、あの考えております。 で、ちょっと今これ、はっきり言って、アップルウォッチは買った方がいいです。買いです。もし買いたいなっていう人がいたら。で、アップルウォッチの、まあ、ウルトラまではいらないかもしれませんけど、僕はちょっとウルトラ欲しいなと思って、プロ14ね、おさらいですけれども、今まで買い替えてない方は、ちょっと買い替えてもいいかなっていうところです。僕は、このまま12をちょっと使い続けようかなというところで、 えー、考えておりますんで、まあ皆様、えー、ご検討されている方、ぜひとも、えー、そんな感じで考えていただければいいかなと思っております。はい。まあまあ、それが一番最良なアドバイスかな。僕もまた14買おうと思ったんですけど、まあさほどちょっと変わりはないかなというところで、ちょっとね、あとは僕は一番がここはタイプ C になるまで待ちます。統一してくれっていうのがね、ちょっと2014年ぐらいまでにっていうことになっているんで、 それがですね、アップルさんね、言われてるんですよ、ヨーロッパから。なので、それで、え結局、ちょっとタイプ C に変わるんじゃないかなっていうところで、そのタイミングで変えようかなと思ってます。まだまだ現役で、この子は使えちゃうんで。で、まあ、こっちはもうタイプ C になってるんでね、もちろん iPad mini は。だからそ、それだったらもうタイプ C に統一した方がいいんじゃないかなっていうところで、うん。でも、この MacBook も2019年の MacBook なんですけど、 はいもう電源がタイプ C ですからね。なので、まあ、タイプ C でなんかいろいろ企画的に全部統一してもらった方が、えー、スムーズかというところで僕は考えております。<ー>てな感じでございます。今日ですね、ちょっと、えー、市場調査してきたんで、ちょっとお伝えしたいなと。そこで僕はもうこっちをですね、新しい iOS16 に変えてみようかなというところで、今リアルタイムに、まあちょっとアップデート中なので、 え、これ終わったらですね、Apple の iOS16 の機能を見ていきたいと思います。お待たせしました。こちら見てください。はい、じゃーん。アップデート完了しました。出ました。どうなんでしょうね。ちょっと今。このまま使えるのかね。あ、でも、全然大丈夫だね。特にね、なんか、ないんですよね。変わりは。変わりはね、だいぶ変わってると思うんですけど、ちょっとそれでいろいろ見ていきましょう。ということで、ね、 これはね、ちょっとバッテリーの、あ、ただバッテリー、ほら、このバッテリーがですね、今、あの、なんと、パーセント、パーセント表示ができるようになりました。このうし上のところにね、はい、はい、今65って書いてありますね。これが、えー、パーセントだったら分かりやすくなりましたね。まあそこがちょっと僕はね、一回一旦ちょっと見たかったっていうところです。あ、いいね。これから iOS16 になった機能をですね、見ていきたいと思います。 はい。では、こんな感じで見ていきましょう。はい。なんか文字盤がでかくなりましたね。はい。ちょっとね、僕は、この、えー、やつ、うり二つに作ってるんですけど、だいぶ、本当がでかくなってます。そして、ここ長押しすると、なんと、変えられるんですね。はい。ほら、僕が、これとかね、しかもこれちゃんとね、この文字が、 裏に隠れるように作ってあるっていうねこれすごくないですかこれこれすごいでしょこれここだって写真なんですよ写真で別にここの間に何かあるとかじゃないんだけどちょっとこういうのをリアルに再現するっていうことができるってやつで追加すると、えー、カスタマイズねはいあなんかこうなってくるんだね ぼかしを消すと、俺が出てくる。ぼかしを消す。ね。こんな感じにできるわけですよ。あ、すごいね、これ。怪しいやつになってるよ。はい。で、こういう感じに画面は変えられると。はい。え、すごいね、でもね、これ。ここ写真だよ、普通。写真なのに、この、ちょっとこう隠れるように作るっていうね。ほら、こうやって今。 これが、消えました。消えました。つけると、ほら、ちょっと一瞬、不思議ですね。パッパーさんこんな、こんな不思議な感じを作ってくれてるということで。まあね。まあ、おおよそここは変わらずです。目的には、こことこのパーセントが、パーセント正直になったらはすごく良くて、はい、これがすごく、 お好きですえっ、ー、と例えば写真ですねこれねはいこれねこれを押すとなんとコピーできるっていうねでコピーしたのを例えばまあまあまあこれにまあペーストするとほらすごくないこれすごいよね これで共有しちゃえばいいんでしょこういう風に切り抜けるんですよ。この切り抜き機能があるっていうのがすごい。もう気軽にできちゃうんだね。さすがに。これなんか、オドリームオージオ、ホンダ、ホンダ。あ、マークのとこ切り抜きだよ、これ。そう、これがすごいね。はい、このアップルの、これ痛いでしょこれもね、ここやると。 あれこれできないかさすがに。あ、これでき、あ、これ文字、え、ここの文字を、あ、ここの文字をコピーしちゃう。写真のコピー、すごい、これ。写真の文字をコピーします。はい。これ、すごいね。例えばこれでさっきのペーストすると、あーすげえ !iPhone Pro Max。iPhone 14 Pro Max と出ました。 かあ、これすごいじゃない。写真になっちゃうのね。すごいね。ってことは、まあ、これでやって、まあ、ちょっとこの辺にせよか。あれこれ。これどうやったら。あ、なったなったけど、二つ iPhone、なんと、コピー。二 <laughs> つない iPhone コピーでございます。ここ、ペーストします。 はい、ベストほら何これすごくないほらえー、切り抜いてございますじゃあ例えば僕の写真撮りましょうはいはい写真撮りましたえはいこれ谷プラさん撮りましたはい切り抜きあここじゃ切り抜けないのか 一旦こいつを写真モードからこれにしてか。これにして、これにしますね。はい。切り抜けるすげえんだけど。ちょっと、これすごくないこれでペーストする。おら綺麗に切り抜けますよ。 ほら、超綺麗に切り抜いてんじゃん、これ。なにこれ。まあ、ここ、ここもよぼよぼなってるけど、これも切り抜いちゃう。あ、若干ね、このギリギリのとことかはちょっとなってるけど、でもまあ、ほぼほぼサムネで使えるよね。これがやりたかったんですよ。あと、色々ね、あるんですけど、まあ、代表的なのはこんな感じかな。まあ、基本ね、 あの、アプリケーションも大丈夫でした。ね。全然いけたね。よかったよかった。そうだね。僕がやりたかったのはこのパーセントと、この、あのー、切り抜きね。ちょっと俺この、自分の写真じゃなくていいんだけどっていう。<laughs> はい。はい。こいつやめましょう。はい。これにします。カスタマイズ追加あー、これいろいろあるじゃん。 すごいすごい。あ、懐かしいね、これ。これ懐かしい。最初の頃だったやつだ、これ。はい、こんなのもあったりね。懐かしいですね。へえ。ー。まあ、写真、絵文字、カラー。 あ、このカラーね。天気予報。あ、天気予報もいける。絵文字。あ、絵文字打ったらそれがね、顔なるらしいんですよ。ほら、これでね。こういうふうに。グリッド、グリッド台、リング、スパイラル、こういろいろある。こんなのできちゃう。ね。はいはいはい。 まあまあまあ、こういう風に壁紙もすごく変えられますね。で、基本、こいつ、あ、これがマストなのか。ちょっとこれ、これ自体を変えたいんだけどな。これ、集中モードあ、ここで変えるのね。そっか、ここのカスタムからじゃなきゃできないのか。あ、でもそんなことないね。これを、このカスタムを、 やりたい場合はプラスしちゃダメか。カスタマイズで。新規ウェジット。今の状態のやつがちょっとね、恋しいっすよね。そうね、ここのあれだけどうにか変えたいけど。こっちだとこっちだと変えられるのかな ここもあれだ。カスタマイズにしないといけないのね。あ、カスタマイズ。これだってできんだ。自然行動。ああ、ははははは。まあ、こんなのできるね。で、ここも、まあ、色も変えられると。あ、だいぶカスタムできるじゃん。ねえ。あら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 。だいぶカスタムできるよ。 これ本当もちょっと、あ、すげえ。アラビア、インド語、すごいね。こんなんなってます。へえ。だ俺、これ自体をね、あ、これも変えられるのあ、天気に変えられるじゃん。あらららら、いいね。うん、まあ、日付だけ分かればいいもんね。これ、これにしなくてやってね。 すごいすごい。天気予報でもいいか。風速とかいいんじゃないのドローン、ドローン芸人にとっちゃ。風速がいいか。風速にしましょうだか。ここのカスタムを変えましょう。これをね。いや、どれもよくねえな。わ <laughs> かりました。アルバムで、お気に入りで。じゃあ、せっかくだから。 86にしましょうかあいいじゃんこれあ色が変わる何これ超かっこいいじゃんこれでいいんじゃないこれかっこいいねちょっと文字盤はねどうしようかなこれかなでこれでいいかで色文字盤の色変えましょう 合いそう,な色うーんむずいね白かなでもねなんか合いそうな色があれば特にねえな,いなじゃあこれでいいかもうこれにしとこう完了した場合両方顔面 これであーらららら。カスタマイズ。かっこよくなったじゃん、これ。でもこれすぐ変えられちゃう。これでいきましょう。はい。これでいいですね。かっこいい、86が。まぁ、あ、こんな感じで、できます。あ、ちょっといいね。はい。かっこいいのができました。 てな感じでございます。まあ、ちょっと、あのー、いろいろ機能をね、あのー、発見し次第、あのー、またお送りしますけど、おおよそ、えー、まあ、代表的なのが、もうこの iOS16 のやつは、切り抜きができるっていうのは僕感動したんで、それをちょっとね、お見せしやがったっす。で、あとはこうやって、あの、ホーム画面というか、最初の画面をカスタムできるというのがあって、で、あとはね、バッテリー表示がですね、あの、パーセント表示になったっていうのがね、すごくいいんじゃないかなと。 いうところで、えー、いいんじゃないでしょうか、まあ、こんな感じにちょっとですね、えー、新しい iPhone のお話というか、えー、いろいろやってくれましたまたですね情報が、えー、あり次第またお伝えしたいと思います今回は以上でございますいつも見ていただきありがとうございますチャンネル登録お願いしますあとは高評価ボタンお願いします以上谷プラさんでしたバイバイドロンドロン